第8号総会艇は、日本海軍の総会艇。第7号型総会艇の2番艇。1937年12月11日、浦賀選挙で寄航。1938年4月15日、総会艇に類別。同年5月28日浸水。1939年2月15日に春行。佐世保陳述席に編入。 1939年から1940年にかけて日中戦争においてカナンの作戦に参加。1941年6月1日、第3艦隊第1根拠地帯に編入。同年12月8日、太平洋戦争に参加し、人をレガスビー攻略作戦に参加。以後、メなど、ケンダリー、アンボン、マカッサル、クーパンの各攻略参戦で、 戦衛にへ20九百四十二年三月十日、第二南図解艦隊第二十一特別根拠地帯に、編入、同年七月二十五日、西部ニューギニア攻略参戦に参加。その後、トラック、パラワ方面での戦乱護衛、スラバヤ方面の総会に20九百四十四年八月二十五日から同年九月二十一日まで、スラバヤで入居して、 整備を実施。その後、スラバヤ、アンボン、マカッサル、ボルネオ北東岸などで、戦艦護衛に従事した。終戦をスラバヤで迎え、1946年7月10日、シンガポールケッペル湾外で、イギリス海軍により海没処分。同年6月10日に除籍。ありがとうございます。